こんにちは、はい、さあ一体何回やるんだと言われている順位予想いやもう決定したから、うん、気持ち決まった、決まりました。あでコメント欄にも、はい、どうせ当たらないんだからそんな悩んだってしょうがないよ、うん、違う当てにいってるから。そうですよ、ね、外れてもそうですよね、うん、で大体の解説者は当たってないし、そうです、まあ、俺も含めてね、はい、だからこれは競馬の予想と一緒で、予想することが楽しいというね。そうなんです。で実際開幕始まって怪我人も出てきますし、もちろん怪我人っていうのはもう計算できないしさ。そうなんです、ね、アクシデントっていうのもあるしな、うんうん、だからなかなかこう順位予想っていうのは難しいけども、はい、まあ一つの楽しみでもあり苦しみだよ俺らはね、あ海の苦しみですか。やっぱりこう恥さらす形になるからさ。確か、うん、そうですね。でも、まあ、だけど後付けで言い訳はするけどね。ですよね、絶対に終わりの峠に。そうそう、ただなんかこうお祭りというか、はい、多分皆さんも順位予想って野球好き集まると必ずやるじゃないですか。そうだね、それと一緒だと思っていただければ、はい、いいかなと思うんですけれども、まあ俺今回基準になったのはチャンネルの、うん、動画投稿の再生回数が多い順にしてるぐらいいや嘘だよ、その方がファンが見てるっていう。いやそう言われる方、言われる、まあそれは嘘だけどね。としてで、まあ、あの豊さんね、あの放置の方も書かれてますけれども、はい、放置はもうちょっと前に書いたんですよね。そうそうそう、いやだからちょっと待ってくれ、ギリギリ伸ばしたんだけどさ、はい、やっぱりこういろんな規定があるじゃない、はい、ここまでに出さなきゃいけないとか、うん、だからまあそれで苦肉の策で出してるけども、はい、今日が、うん、オープン戦も終わってるし、もう一息もう最後で、これが本当に最後、最終決定版だと思って、ぜひ皆さん見てください、はい、じゃあまずセ・リーグ、はい、で豊さんは、はい、先週の時点、はい、あれはオープン戦がまだ終わってなかったんですよね、はい、の時点では順位予想はタイガースが優勝、はい、うん、そして2位が中日、はい、ドラゴンズ、そして3位カープ、4位巨人で、5位が DeNA、 6位がヤクルトスワローズという順位でした、はいはい、まず聞きます、はい、変わりましたか。変わってないです。いや変わってる部分がある。ほほ、やっぱりいろんな情報があって、はい、その中で、あじゃあ変えようかって言ったチームもあるもんね、うん、ある、はい、あるし、順位は変わっていないけど、はい、ただちょっと違うような今年は戦い方になりそうだよっていうチームも、うん、ある、おー、なるほど、わかりました。じゃあまず優勝からいきましょう。ここはどうですか。まあ優勝は迷ったな、うん、これあの阪神鉄板でずっと昨年終わった時点からもう阪神阪神で言い続けたけど、迷ったのはやっぱ怪我人が出てきたという。そうなんですよね。ここで今開幕直前、まあ、2日前なんですけれども、例えば大山選手の張りだったりとか、あと近本選手の疲労から森下選手が右足を痛めているというところで、はい、だからまあここら辺レギュラー3人がっていうことになってくると、はい、ちょっと、苦しいかなって思ったんだけども、はい、ただ今年のセ・リーグは決め手がなくて、はい、やっぱピッチャーの優位なところをこうちょっと探してきてるんだよね、はい、だからそういう意味ではピッチャーに故障者が出てないっていうところが、うん、まあ、阪神の強みになってくるかなという。ただちょっと中継ぎ陣、例えば島本投手とか、はい、あと石井投手とか、去年やっぱすごい状態はあんまり良くないな。そうなんです。でこれオープン戦、まあ、最下位だった12位だったんですけれども、はい、この失点が76というのは12チーム中ちょっとワーストになってしまうという心配もある中でもやっぱり優勝。いやだから、ね、その迷ったのはちょっと1位にしない方がいいかなと思ったけども、うん、昨年の経験値だとか、はい、でちょっと2位との絡みで話すと、うん、やっぱ中日なんだよ。で中日が2位にしてるんだけど、そのまま、はい、俺優勝にしようかなと思ったの。あ中日を、はいはいはい、それはやっぱピッチャーのいい順でいくと、はい、俺今年阪神より中日の方がピッチャーいいと思ってさ、はい、で大野の復活とかあるし、ありますね、うん、それで、まあ、梅津とか、うん、で中継ぎのあの充実感っていうのは、うん、結構効率高いしね、はい、ただ経験値って考えると一つ抜けてこないんだよね。そうですね、あだからまあ怪我人は治ってくるだろうし、それまで前側だとか、うん、まあ埋める人間はちょこちょこいるなと、うんうん、でまああとは岡田監督の手腕というか、はい、作戦というか、まあそういうところでしぶとく戦ってくるのかなっていうふうには思ってるんだけどもね、うん、だから結構セ・リーグって1回優勝したら連覇とか、はい、まあ、ヤクルトもそうだし広島3連覇とかさ、うん、まあ、いろいろこう続くじゃない、はい、
だから、まあ、そこら辺で連覇するかなっていうような感じはする。そこはやっぱりじゃあその岡田監督、まあ、監督の采配だったりとか、はい、優勝経験をしてるチームとしてないチームの差が1位と2位で出るのかなっていう。そうだね。だから2位にしてるのがさ、はい、まあ、中日でしょ、はい、これは2年連続の最下位じゃない、はい、まあ、ジャンプアップっていうことも考えるけども、でも選手の質を見るとやっぱ若い選手、経験不足な選手っていうのもたくさんいてね、はい、ここら辺が上いけるかなっていう、うんうんうん、そうですね。でも俺は分からないと思ってる。だけど優勝は阪神。これ、まあ、昨年は結構ぶっちぎりでゲーム差つけての優勝でしたけれども、はい、今年はじゃあ1位と2位の差、阪神はどれぐらいで逃げ切る？いやー、言っても3から5の間だと思うよ。無知は入れる入れない？いや、入れなきゃいけないと思う。あ、今年はそうなんだ、うん、そっか。だから相当な厳しい戦い方になるし、セリーグは、はい、うん、どの球団でもって言ったらちょっと語弊あるかもわからないけども、うん、まあ、チャンスは残されてるよね。そうですよね、うん、さあその2位中日変わらずでしたけれども、はい、やっぱピッチャーが普通に投げてると思うんだよね、うん、俺、うん、で立浪監督も無理した使い方してるんじゃなくて、はい、普通に投げさせてるという、うんうん、だからここを抑えなきゃじゃなくて勝手に抑えて帰ってくるっていう、はい、ピンチを迎えても、うん、これが防御率が1点台なんだよ。12球団で唯一、はい、うんうん、ね、それ考えるとさ、非常に中日っていうのは投手力が充実してるのと、はい、うん、あとは高橋周平の復活が大きいね。まあ、そうですね、やっぱこう石川っていうのは、まあ、2軍スタートになったけど、はい、怪我とかね、うん、まあ、そういうことも抱えてたりするし、だから高橋周平がやっぱしっかりしたバッティングをやってくれれば、うん、結構そうとすれば熱くなってくるんだよね。そうですね、うんうん、で三好の成長とかさ、はい、田中ロドリゲスの二遊間とかさ、はい、まあ、カリステもいるし、あと代打にあの中地がいるっていう、まあ、中地と考え方によっては大島もいてくれるという、右左でいるっていう、だからそういう層も熱くなってきてるし、うん、そんなにムチ入れたあのオープン戦でもなかったし、うん、普通にやってしぶとい野球ができてて、はい、なんとなく勝ってきたという、うんうんうん、だからここら辺はやっぱチームとしても力を備えて蓄えてきたかなっていうような、うん、そんな感じがするんだよね。そうですね。これあのオープン戦の得点数、総得点数は50点というふうに阪神と実は変わらないんですけど、うん、やっぱ失点が中日43、阪神76と、まあ、やっぱり圧倒的に、やっぱ圧倒的に投手力がいいんだよ。投手力もいいですよね。そうなんです。ただやっぱりエラーが12っていうのがオープン戦であるので、そこは課題なのかなとか、うん、でもピッチャーが頑張るんだよ。だいつもの中日の強さってことですよね。まあまあそうだね。ピッチャーが抑えて 2-0 で勝つと、うん、でもこれはやっぱり二遊間を安定的に使わなかったっていう代償だと思うんだよ、うん、やっぱり見極めてたっていう。だからこれがしっかり決まってきて、田中美希也とか、はい、こういうことがしっかり決まってくると、うん、そんなにエラーは増えてこない。あ、そうなんですね、うん、オープン戦ほどだから大丈夫。それは阪神のエラーとは違う、また違う、うん、だから阪神はエラーしたら失点をだらだら繰り返したけども、うん、そうではない。そこのまたエラーとはちょっとまた違うタイプってことなんです、ね、だから経験値の差かなっていうふうに思うんだよね、うん、でこれは1位2位は、あ、そういうこと。だから今年2位になったら来年優勝する可能性がすごく高まる。高い、うん、あとは中日あの、ソフトバンクから来たの育成の板崎投手、うん、いやこれもその怪我明けね、はい、術後にどういうピッチングをするかどうかわからないけども、うん、それはトミー・ジョンやったとしたら、うん、強くなるって、うん、速くなるって言われてるけども、うん、それが実現できるんだったら、うん、相当な中継ぎに力は加わるよ。そうですね、うん、だから上がり目しかないんだよね、中日は、うん、だから非常に楽しみにしてるし、はい、十分 A クラスを狙えるだけの力も持ってるし、うん、あの蓄えてきてよく鍛えられてきてるよね。あ、いいね、オープン戦というかキャンプを迎えられたってことですね。まあそうだね、うん、さあ3位です、うん、豊さんは3位をカープにしてました。はい、はい、カープにしてたんだけどジャイアンツを上げる。ジャイアンツを3位に、うん、まあ、これジャイアンツが3位に上がったっていうのはこのポイントは何だったんですか。ホームランが出ないっていうちょっと懸念材料があったんだけども、オープン戦最終戦に丸が打ちみたいな、はい、吉川が打ちみたいな、うん、まあ、ホームランで点を取っていったんだけど、東京ドームだったらオープン戦では出なかったホームランが公式戦では多少だけど出始めるかなという、は
ことが一つ、はい、で今年はボールがね飛ばないらしいんだよ。飛びにくいんですか、ね、飛びにくい、うん、ということは、うん、安倍新監督が常に言ってたチャンスでのバッティング、はい、とにかくピッチャーに球数を投げさせる、引きつけて反対方向っていうのを意識するみたいなことがやっぱ出来上がってきてるんだよね、はい、ということはボールが飛ばない、そしたら得点圏でいかに打つかでしょ、はい、それをずっとテーマにやってた、うんうん、ジャイアンツがやっぱこう上に来るかなっていうような感じがするんだよね。だからホームランを捨てたんじゃなくて、はい、ホームラン以外でも得点も増やしたいという、うん、だからこれがやっぱり身になってきたら A クラスに来る。まさに合致したんですね、それが、うん、合致した、はい、だからこれだけボールが飛ばないっていうかさ、そういうのはあんまり感じてなかったけども、はい、やっぱ現場では感じてたんだろうね。そうなんでしょうね、うん、だからそれを安倍監督がいち早く、またジャイアンツのテーマであったホームランでしか勝てないんじゃダメなんだというようなところに着手してやってきたことが、はい、俺は A クラスに押し上げてくるかなっていうふうには思う。あとはねピッチャーも7回に西舘、8回に中川、はいはい、で大勢の状態が心配だったんだけど、大勢は安定してる。あのね、あの150のキロ台も出してましたし、うん、で連投も試しをしてみたけどさ、はい、その時も安定してた、うん、だからこの前楽天戦でねオープン戦の時最後ひっくり返されてるけど、はい、6回かなんかにね。そうですね、うん、ババー投手、そうそうそう、まあああいうことはね多分ね、まあ6回だったからあれだけども、7回から西舘、中川、大勢だとそんなにとっちらからない、うん、あ大丈夫ですか、大丈夫、うん、ということは数も多いしさ、あそこに多いですね。だから悪かったらすぐ帰れるし、そうです、ね、だから6回ああいう状態であれば馬場を先頭バッターフォアボール出した時点で帰るよ、うん、多分シーズン中だと。そうか、枚数があるから帰れる。それで左を使って左対左に左をバンと差し込んできたりだとか、まあ、高梨投手とか、うん、だからそういうことを考えると、うん、心配はしてないな。あ、そうなんですね。おお、いやだからあの試合で馬場投手だったりキラとかがフォアボールとか出してたんで、これ大丈夫かなって思ったファンの方もいらっしゃる。いやもう全然2人は大丈夫じゃない。大丈夫ですか。いや大丈夫じゃない。あ、大丈夫じゃないですね。2人はね。2人は、2人は、ね、でも西舘、中川は、大勢は大丈夫。大丈夫。まああと堀田健進投手であったりとかバルドナードもいますし、あ、まあそこら辺はね、うん、流動的にはなってくると思うけども、うん、やっぱ高梨が入ってきたりだとか、はい、まあそういうことになってくると思うよ。うん、だからやっぱりジャイアンツの方がちょっと上だなっていうふうに思う。そうか、うん、でカープが逆に落ちる形で4位に豊さんしましたけど、この落ちてしまったのは一体どうしてですか。やっぱり両外国人、あ、そこですよね、うん、それとあの末金、はい、こういうホームランを期待されてるバッターがことごとくダメというね、はい、ということとやっぱり森下、はい、肘の張りみたいなことで、うん、まあ、2戦目を回避という、はい、もう今から情報が出てるけども、ね、はい、いやこうなってくるとやっぱりピッチャーが足りなくなってくる、うん、だから俺は逆に DeNA の方が上に来るかなっていうような感じがするんだよ。あ、5位につけてる DeNA の方が逆に4位に行ってカープ5位に落ちるんじゃないかと、うん、そうだね。やっぱり西川の抜けた穴っていうのをみんなでカバーだとか、そのまあ、昨年までいたねマクブルームとか、はい、そう外国人を変えてまで手法として迎え入れてたけども、はい、だけどそれがなかなか機能しないっていうことは、うん、やっぱり広島苦しいよ、うん、でターリーがいない、いないです、ね、じゃあ中継誰なんだ、森浦で大丈夫なのか、矢崎もこの前打たれたとかさ、うん、そういうことを考えるとちょっと揃ってないなっていうような感じがする。だ豊さんはずっとオープン戦で言ってたその軸となる4番がいまだにやっぱり決まらなかったっていうところってやっぱすごい大きいですね、はい、いや大きいな。これ開幕もやっぱりある程度の時間はその外国人で4番ということで新井監督やっていくか、それとも変えるんですかね、スパッと変えた方が順位が上に行くとか。いや変えてもさ長続きするかどうかだよね、うん、だから、まあ、ここら辺がちょっと解消されてないっていうのが、うん、やっぱり4位じゃなくて5位、4位が DeNA だな。じゃあ変えましょう。分かりました。そうか。あとカープあのエラーがダントツで19と12チーム中ワーストなんですけど、まあ、そうだね。カープっていうとやっぱりこう守るとか、いや守りをその優勝できる優勝できるって言ってて、うん、やっぱり守備の破綻があって優勝に手が届かなかった、うん、
優勝した時は菊池がね、はい、ある程度守ってくれてみたいな、うん、田中康介と、はい、田中君二遊間をね締めてくれた。だからここら辺が崩れてきてるという、うん、まあそうなってくるとやっぱちょっと苦しくなってくるよな。そうですよね、うんうん、そうだな。だからジャイアンツが3位、はい、で今 DeNA がジャンプアップして4位に来ました。ただ4位なんですね。そう B クラスか A クラスではない。やっぱねバウアーと今永が抜けた穴っていうのはすごく大きくて、うん、はい、やっぱそこら辺が精神的な支柱でもあったと思うんだよね、2人が、はい、この2人がいないっていうことは非常に苦しいということ、はい、で DeNA はジャクソンと K が、うん、まあいいのはいいんだけども、はい、ただこれも未知数だよね。分からない、うん、分からない、うん、それはオープン戦ではある程度の結果を出して、うん、まあ良かったけども、まあオースティンも今年できそうだし、一番渡来っていうね、うん、いい打順が組めるよね。そうですよね。そうそう、だから田辺選手も打ってましたし、うん、で東もそこそこ形はいい、うん、悪いとこないですよ。いやだけど、うん、オープン戦でできたことが公式戦であまりできなくなるんだよね。例えばこれ盗塁が24というふうにダントツ、だからそこだよ。だからテーマはそこだったんだけど、はい、だから確かに走れる人間がいる、うん、まあ、渡来という選手もいる、はい、で梶原っていうのも使い出した。だけどこれを本当に丸呑み信用していいのかっていうことになるとさ、はい、ここが崩れたらまた打順がガタガタ崩れていくんじゃないかなっていう。これオープン戦でここまで走っててもシーズンになると変わってくるものなの？だから走らせるかどうかだよね、リスクを伴って。ああ、そっか、オープン戦はリスクはまあないじゃないですもんね、成績には反映されないので、うん、この前は日本ハム戦でタミヤにびっしり刺されたんだよ、渡来が、うん、その後同じような状況で出たんだけど走らなかったからね。でそこでも生かさないとさ勉強にならないんだよ。だから宮崎の体もね、まあ、ある程度の年になって心配だし、はい、でショートがいまだになかなか決まらないという、うんうん、本当に石上で行くのか、はい、林で行くのか、うん、まあ、決めかねてるところっていうのは多分あると思うんだけど、うん、まずは最初は打撃優先で行くとしたら石上で行くよ。だから本当にショートが守り通せるのかっていうこともあるし、疑問ですね。だから不安点はあるんだよね、まあ、どの球団にもあるんだけどさ、テーマとしてやっぱジャイアンツの方が徹底してたし、はい、DeNA も徹底してやってたとこはあるにしても、うん、ただ未知数の人間が多いということだ。あ、まあ、まあ、ジャクソン K にしてもそうだし、はい、うん、渡来梶原っていうのもそうだし、はい、だからここら辺でちょっと4位にする。あと抑えはどうなんですか？だから抑えも、まあ、森原が打たれ、うん、まあ、山崎がどうなのか、うん、ここら辺がちょっとわからないよね。そうですね、先発はある程度揃ってきたかもわからないけども、まあ、中がね、うん、金属疲労を起こしてるんじゃないかとか、うん、まあ、そういう不安点はある。そうか、ジャンプアップはしましたけれども B クラス4位、 A クラスはちょっとどういう予想に、はい、そうだね、になったんですね、はい、あと中継ぎ、はい、これ徳山投手、これも未知数じゃない、わからないのか。そうか、わからないんだよ。そうか、蓋開けてみないとってとこですもんね、うん、やっぱりねシーズン通してしっかりした働きができるっていうのはちゃんとしたものを持ってるよね、はい、ただ確かに昨年みたいに村上がいたり、うん、大竹がいたりするかもわからないけども、ただ未知数が本当に大竹村上みたいな活躍したら、うん、DeNA が優勝する。ただそこはまだ俺はちょっとわからない。確かにそうですね、わ、うん、からないから4位にする。なるほど。さあそして結局変わらなかったです、ヤクルトが最下位、まあ、カープが5位ね。あ、そうです、カープ5位、うん、はい、カープ5位でヤクルトが6位。うーん、やっぱピッチャーだな。あー、ただ打線を考えた時に、うん、ヤクルトが一つ上に行くかなって思うんだよね。それはどこより一つ上に行く？いや、カープより、カープより。あー、そっか、それは敵対敵所に、はい、やっぱそれなりのバッターがいるし、うん、やっぱり塩見、西川の 1,2、はい、番っていうのが嫌だよ。嫌ですね。嫌だ、考えただけでも嫌だもん。で山田がいて三冠王がいて、はい、トリプルスリー三冠王がいてみたいな、うんうん、でサンタナがいるみたいな、うん、で中村、オスナ、まあそのサンタナとオスナ引っつけるかも分かんないけども、はい、それはやっぱり嫌だよね、うん、打線とすれば、はい、ただいかんせんピッチャーがいないわ。
そうですね、まあ、田口投手は戻ってきたとはいえ、まあ、他のピッチャーだったり田口投手もじゃあ本番どうなんだろうっていう、まあ、そうだね、うん、あとはちょっと小川の状態だよね。そうですね、小川投手で石川をローテで回すか、うん、谷まで回すかわからないけども、うん、まあ、石川の200勝っていう、ね、目標もあるだろうし、はい、うん、だからなかなかこう決め手を持ってるピッチャーがいない。これが高橋奎二になれるのかどうか、高橋奎二が、うん、ああそうか、うん、あと今年外国人の新しいピッチャーを結構ヤクルト取ってるんですけど、うんうん、そこもやっぱり実際にやってみないとわからないっていうところは大きいんですかね。やっぱそうだな、うん、まあ、サイスニードも良かったり悪かったりなんだよ、うん、ピシッといくとこはいくけどもうどちらかあるところもあるし、うん、吉村も成長は感じるけどね、うんうん、だからあとはヤフーレ、はい、このピッチャーがどういうピッチングをしてくれるかとかさ、うん、あとまたあのロドリゲスが、ね、もっと本当は勝ってもよかったよねって言ってたのが、うん、だからここら辺がハマってくるとね、はい、最下位ではないよ、うんうん、まあ、だから今年のテーマはやっぱピッチャーのいい順と、うん、あとは経験値でね、なるほど、こういろいろ考えてきて、うん、やっぱりヤクルトの方が広島よりはやっぱ落ちるもんね。ああそうか、それピッチャーという意味では、ピッチャーという意味では ね多少ね、うんうんうん、だけどバッティングを考えた時にはヤクルトの方が絶対ウィークよ。なるほどな、そこどっちにしたらいいどっちにしたらいい、いやどうだろう、いやでもこのままでいきましょう、うん、カープ5位の6位だから今年苦しむのはやっぱカープが昨年2位から、うんうん、多分苦しむと思うよ。そうセリーグの中では、まあ阪神もそうだけども、はい、多少苦しむと思う、うんうんうん、それを苦しめるのが中日であったり例えばジャイアンツであったりとか、まあ そうだね、そういうところになってくるってことですかね。ただジャイアンツも、まあ、ルーキー佐々木をね、うん、まあ、多分開幕では使ってくるかなっていうふうには思ってるけども、うん、はい、まあ、この選手がいないときにじゃあ誰をするのか、うん、でも松原がいたりだとかさ、はい、まあ、梶谷がいたりだとか、うん、だから結構いるんだよ、うん、います実力者がね、うん、だからまあそういう意味ではジャイアンツは A クラスに入ってきて、うん、カープはちょっとしんどいかなっていうふうには思ってる。わかりました、はい、じゃあパリーグいきましょう。おさらいしなくていい、おさらい、あ、おさらいいきますか。じゃあ1位が、ね、1位が阪神、阪神、はい、で2位が中日で3位がジャイアンツ、はい、で4位が DeNA、はい、で5位がカープ、はい、で6位がヤクルト、はい、これでもういいですね。そうだな、まあ広島とヤクルト変えたいぐらいだけどね。どうしますか、今なら間に合いますしファイナルアンサーでもいいですし、ちょっと最後の最後までちょっと待ってくれ。じゃあ分かりますパリーグ行ってからちょっとね、パリーグ喋りながらちょっと考えてみて。何ですか、聖徳太子みたいですね。いやいや、まあね、わかりました、はい、じゃあ続いてパリーグです、はい、パリーグは豊さんは、先週の予想の時点では1位ライオンズ、はい、で2位が、オリックス、はい、3位が日本ハム、はい、4位ソフトバンク、5位ロッテ、そして最下位が楽天という順にしていましたが、はい、ここはまずは変わったところはあるなしはある、ありますか、うん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 、ある、わかりました、はい、じゃあまず1位から見ていきましょう。やっぱり西武だな、変わらないですね、あの投手力で、またルーキーの竹内がいいわ、はい、うん、ピッチャーはそうですね、 あれは勝つぞ、あれは勝つ、いけますかルーキーやから、いやいけると思うよ、うん、うん、で、まあ、ちょっと打ってくれればね、はい、うん、あそこの高橋光の今井、うん、平、松本、はい、隅田、はい、竹内、うん、で外国人がいるでしょ、はい、いやなかなかやっぱ厳しいと思うよ他のチームは、うんうん、打ち崩すのは、うん、その間に打ってくれるかどうか。そうですね、うん、あとは後ろを、まあ、ちょっと打たれましたけど甲斐の投手が9回行きましたけど、いや行く行く、あのちょっとねオープン戦の最後ちょっと打たれましたけど、うん、そこはもう度外視して関係なく、いやいやもう関係なく行く、うんうんうん、もうそこに慣れてもらうしかないし。そうですね、うん、ただですよ豊さん、はい、一方で野手なんですけれども、これオープン戦の得点が33得点と、これロッテと並んでワーストなんですよね、うん、ここは野手はどう見てますか。いや外国人が慣れてきてる、外国人がこの新しい2枚、うん、はい、これが打つと思うよ俺は。あ本当ですか、うん、そのカープの助っ人の2人とちょっとまた評価がね違うっていうのは、やっぱり開けてみないとわからないっていうよりかはちょっと先が分かる、やっぱキャンプで見ててカープのね2人は、うん、帰り映えがあんまりしないんだよね、うん、オープン戦が終わった現時点を見ても、
だけど西部の外国人というのは、うん、コルデロ、アギーラ、うん、はい、この2人っていうのはちょっと変わってきてるかなっていうふうに思うんだよね。それは豊さんの中でのその評価が、まあ、例えばキレが出てきたりだとか、うん、まあ、慣れてきたりだとか、うん、そういう意味では全然内容が違うし、うん、で彼らも自分たちが打たなきゃ勝てないっていうのももう本当に自覚してるし、ね、うんうん、そういう意味ではこの2人っていうのは活躍すれば、はい、まあ、西武の優勝はあるかなっていう、ね、もうちょっとオープン戦の時よりも得点っていうのは上がってくる、いやちょっと分かんないけどな、それは、うん、ただ抑えてくれるから、まあそこはそうですね、西武はね、そうそうそう、うん、だからまあそうだな、西武がやっぱり優勝する、ピッチャーがいいところが優勝する、あ、まあそうですね、ボールが飛ばない、そこはやっぱ一つのキーですよね、うんうん、さあ2位です、オリックスはな、変わらなかったですね、変わらない、うん、まあ、オリックスはやっぱり山下俊平と宮城、はい、うん、まあ、楽しみなピッチャーがたくさんいるのと、はい、多少金属疲労を起こしているだろう中継ぎ陣、うん、まあ、これが不安で、抑えが平野、はい、まあ、年齢からくる衰え、うん、これもちょっと不安、うん、だけど、まあ、ムクノキだとか、うん、富山とか、はい、そういうピッチャーが、まあ、控えてるということだよね、うん、だからここら辺がこううまく自分たちの投球ができるようになってくると、うん、まあ、そんなにバタバタすることもない、あそこはやっぱりピッチャー湧いて出てくるわ、だからまあ山本由伸投手と山崎福也投手を書きましたけれども、それでもやっぱりいるとピッチャーは、まあ、多少な、うんうん、カバーは少しはできると思う、うんうん、野手はどうですか、いや野手はね状態的にはすごくいいよ、うん、まあ、クレバーシュの成長、うん、ゴンザレスもいいし、はい、ね、森、うん、杉本、はい、まあ、中川もいいよね、うんうん、まあ、宗も今年割と良さそうだし、うん、で頓宮、はい、西川も入ったね、うん、あそうですね、西川入ったからこれ考えると結構な野手の層だと思う、ライオンズには届かないのは、ライオンズのピッチャーそのバッターを並べても、うん、そう簡単には打てないよあ、そこの違い差なんですね、うん、そうかそうか、だからちょっとね西武のピッチャーっていうのは力もあるし頭生きてるな、だから他の5チームのピッチャーたちのラインナップよりかちょっと頭一つ抜けてる感じ、ね、抜けてる感じはするよね、あそういうことか、うん、さらにそうです、豊さんロッテからカスティーヨ、まあね、うん、そうだな、でも今年は山本山崎幸也がいない分だけ西武のピッチャーの方がダントツにいいと思う、ああそうか、ああだからまあその差が出てくるかなっていう、うん、1、2はね、はい、さあ3位、はい、日本ハム、日本、うん、やっと固定で戦えるかなっていうふうに思うんだよ、はい、でまあ、1番スティーブンソン、うん、2番松本剛、はい、3番に万波が来るかどうか、うん、まあ、レイエースとか、はい、まあ、非常にあの落ち着いて今年は戦えるかなっていうふうに思ってるのと、はい、やっぱピッチャーがいいね、そこそこ、うんうん、やっぱ田中正義っていうのも抑えで球より以上に良くなってきてるし、はい、また杉浦もいいよ、うん、で中に入ってるピッチャーもいいんだよ、うん、種村とか中に入れてるし、うんうん、で結構な布陣で戦えると思うよ、投手力は、うんうん、で左王国だし、はい、左王国、そうですね、うん、そう、うん、でやっぱバッター的には、はい、やっぱ万波の成長、野村の成長とかさ、うん、でキャッチャータミヤの成長、はい、肩も強いからね、タミヤが、うん、びっくりするぐらい取ってから早いし、はい、だこういう成長もあるし、で水野とか、はい、細川とか、うん、石井和成とか、はい、結構ないい布陣だと思うよ、俺は、うんうん、だからもう十分戦えるメンバー揃った、うん、まあ、日本ハムもオープン戦の得点が60得点と、はい、まあいいですし、うん、そうですね、盗塁も一応18と、はい、まあ、結構走ったりももちろんバランスのいい攻撃を仕掛けてくるよ、うん、ホームランもあるしね、はい、で2位から3位にしたのは、うん、やっぱ迷った時点は2位だったんだけど、あ、そうですね、いや、その前の前はね、うん、はい、いやだけどやっぱねちょっとエラーが出る、お、そうですね、そうそう、うん、エラーが出る分だけやっぱこう3位にはしたけどね、そうエラーは14個と、まあ、2桁オープン戦でいったので、まあ、そうだね、はい、まあ、それがことごとく失点につながるというかさ、うん、まあ、そういうところもあったから、うん、でも上がり目しかないなと思って、はい、まあ、3位にして、はい、まあね、去年 あのまでの最下位の、ね、B クラスからはジャンプアップした A クラスの3位というところで、はいはい、さあ4位です、ソフトバンク、
それぐらいびっくりなんです。私ソフトバンク優勝に私は思ってたので、これどうして4位なんですか。ここ最近、はい、ずっとだけども、はい、まともに戦えてない、まあ、開幕メンバーがある程度のレギュラーだと思うんだけども、はい、このメンバーが途中で必ず抜ける。今宮にしたって栗原にしたってそうですよ。まあ、柳田もちょっと怪我がちになってきてるし、うんうん、それ考えると山川の1年間のブランクがどうなのかという、はい、うん、ウォーカーが1年間フルに出たことがないと か、うん、だから不安材料はあるんだよね、そういえば。うん、だけど実質に起こっていることがやっぱり1年間まともに戦った人がなかなか出てこないという、うんうん、ね、だからここら辺がやっぱこう投手陣を支えきれなくなるんじゃないかなっていうような感じがする。逆に、まあ、投手陣はいい布陣が揃って、いやでもやっぱちょっと足りないような感じがするね。うん、でモイネロが大型契約をした、ね、あ、大型契約か。で外国人2人で100億以上みたいなことを報道されてたけど、はい、まともにやるかどうかだよね。何年かけ、いやこれは分からないよ。だから分からないけども、なんか危険なことしちゃったかなっていうような、まあ例えば今年10勝したらそうしようみたいなことでもよかったんじゃないのかなっていうふうには思うけども、はい、それをしちゃった分だけ力が発揮できるかどうか、うん、それを勝ち取りに行くために投げるのか、もう契約しちゃったからもらっちゃったっていう、ね、お腹いっぱいで投げるのか、うん、まあ、これはどう出るかなっていうふうにはちょっと思ってるけども、うん、ただやっぱこう怪我というのがね、うん、ソフトバンクはこう他球団よりも多く出る、はい、これは無理してきた証拠だとは思うけどもね、うんうん、まあ、ここら辺でやっぱこうしっかりした体作りができてるんだったらいいけど、うん、なんかそこら辺でやっぱこう信用できない部分が出てきてるんだよ。なるほど、うん、だそういう意味で4位 B クラスにしたんですね、はい、ということはもうここです。5位と6位しか変わってるところはないということは、5位のロッテが下がって、はい、楽天が5位に上がったということですか。そうだな。お、これまず楽天が上がったのは、だ今井監督とこう話をしたときに、うん、やっぱこう足りないんですよねっていう話をしてた、うん、選手の数がね、うん、でどうしていくかっていうことを今から考えなきゃいけないですよとは言ってたけども、いざオープン戦に入って選手の動かし方とか使い方、うんうん、うまいなと思って、はい、これ結構いい選手してるなと思って、うんうんうん、監督としてのね、はい、だからそういう意味ではなんか上行きそうな戦略とか戦術で、うんはい、あとはやっぱこう年齢的な部分、そのベテランと言われる人間が多いという中で、はい、だけどそれをあまり当てにせず、うん、やっぱ若手で戦おうとしてる姿勢が、うん、これはきちっと出るんじゃないかなっていう感じがするんだよね、うんうん、だからそうだな、まあ、早川を中心に、うん、まあ、庄司とか内とか、はい、若い選手はいるんだよね、うん、ただまだざっとはしてるけど投げてる感じがね、うん、まあ、だけどこれがやっぱハマってくるようになってくると、うん、俺はロッテより上来るかなっていう。ああ、そう、うん、去年もね、新井監督が低い位置に解説の方がされてて、で終わってみたら2位になってたとか、うん、そういうね下馬評じゃないですけれども、まあそうだね、今井新監督ももしかするとそういう風になる可能性もなくはないってことですよね。ピッチャーの監督から野手の監督に変わったって、うん、やっぱこう戦略の立て方っていうのはより戦術的になるよね、うんうん、はい、だからそういう意味でもすごく期待はしてるけどね、うん、楽天には。 あと楽天、盗塁が16というふうに結構足ももちろん使って、まあ、コブちゃんいるしな、はい、だから走って走ってと、まあ、走るっていうことも一つのテーマだろうし、うん、やっぱこう田中和樹とか、はい、ああいう人間がこう息を吹き返してきたよね、うん、やっぱいい選手だわ、うんうんうん、だからそういうところにもちゃんと目を配ってるし、だから非常にやる気を持ってやってる若手っていうのはたくさんいると思うよ、うん、今井監督になって、はい、だからすごくチームがベテランの集団だって言われながらもなんか生き生きしてる感じがするよね。お、じゃあ最後はいいオープン戦を終えたなっていう印象だった。俺はそう思う。あ、うん、で一方でロッテが最下位というところなんですけれども、はい、これはね、いろんな悩みが出てきてるんだよね、うん、チームに、まあ、外を取った、うん、外をファーストに使うと DH がポランコ、これだといいんだけどさ、はい、外をファーストに使うと使いたい選手が使えなくなるんだよ、はい、
はい、上田とか安田とか、うんうんうん、で中村翔吾をサードにコンバートし、藤岡をセカンドにしたでしょ、はい、俺は正解だと思ってるんだよ、はい、内野手を見ててね、うん、あこれはもう年齢的なものとか成長度合いを考えたら、うん、ああそうした方がいいなって、これは大正解だけど、一人を取ることによって二人が出れなくなるというさ、はい、そしたら外を DH にしたらポランコ守るしかなくなるんだよ。最近レフトを守ってましたよね。そうしたらね、やっぱりリスクが大きいのと、得点力が低いのにリスクを伴った守備をしなきゃいけない。やっぱこう抑えの増田っていうのもだいぶ疲れてきてるしさ、はい、で先発ピッチャーも種市はいいけど、うん、種市、佐々木朗希っていうのも投げれるな、どっちも青島な、はい、だけどちょっと弱いよな。あそうか、投手力って見たときに、うん、で中継ぎもね、うん、沢村投手とか、うん、ちょっとな、そうそう、だからそれはこうある程度の戦略だとかいろんなことでやっていかなきゃいけないけども、果たしてできるかどうかだよね。それをダブついてるっていうのがちょっとなと思うし、確かにそうですよね。やっぱ成長させなきゃいけない、使っていかなきゃいけない選手がこうダブついてるっていうのがさ、はい、ちょっと引っかかるな、はい、やっぱり得点もオープン戦12チームの中でやっぱり33得点、うん、まあ、これセーブと一緒なんですけれども、まあ、33得点っていうところもどうやってだから点を取っていくかっていうことになってきますよね。まあ、そうだな。だからちょっと今年は、まあ、昨年とは違い苦しむかなっていう感じはするよね、まあ、昨年のね2位チームですし、一時期あの首位走ってたチームではあったんですけど、まあねまあ、ピッチャーのやりくりは非常にうまい監督だよ、うん、吉井監督はね。そうですね、吉監督は。ただ野手のやりくりがさ、うん、どうしていくのか、リスクを伴うのか、だからここら辺だよ。だから外が入ったことによって、さらにコンバートしたことによって出てきた、まあ、生まれたね、うん、で外もホームラン打ってるし、うん、まあ、ポランコは去年のホームラン王だし、うん、やっぱ使っていくと思うんだよね、うん、で得点力が少ない中でこういう一発のある人が並んでるとやっぱ大きいと思うんだけども、はい、うん、だけどここら辺がやっぱこうリスクを伴ったりだとか、うん、ダブつかしたりだと か、はい、だからチームとしてはバランスよく配置できてないんだよ、うん、だからここら辺がちょっと引っかかるとか、だから野手もそうだし結局ピッチャーもそうっていうことになってきますね、うん、ダブルでだから小島が確かにいいピッチャーだよ、うん、だけどこれが15できるぐらいの力があるかっていったらそうでもない、うん、だから種市がどうなのか、西野がどうなのか、うん、メルセがどうなのか、ね、まあ、佐々木ぐらいだよね。ただ佐々木朗希投手もそのローテを1年間守ったことがないっていう、うん、はい、だからまあオープン戦の戦い方を見てると、うん、今年は苦しむんじゃないかなっていうふうに思うね。なるほどな、うん、あとはまあ抜けた投手としてはペルドモ投手、ああ42ホールド、はい、まあ、これもでかいかな。大きいですよね、うん、いやだからここら辺がちょっとバランスが悪くなってったなっていうチームのね、うん、入ることによってバランスを整えるっていうんだったらいいけども、うん、入ることによってちょっとバランスが崩れちゃったっていうこともあるし、うん、抜けたことによっての幸せっていうのが誰に来るかっていうのがね、うん、まああるしね。そうですね、うん、だからなかなかやっぱ難しいな、そうです、ね、と思う、うん、パ・リーグの場合はね、はいはい、というわけでパ・リーグは最終的な予想は1位が西武、2位がオリックス、はい、そして3位が日本ハム、4位ソフトバンク、5位楽天、6位がロッテとなりましたが、はい、さあその間に豊さん、はい、ヤクルトとカープ5位6位、これはどういうふうにまとまりましたか、うん、ヤクルト5位だな、変わりました、うん、また言われるけどね、これはしょうがない、カープファンで、お前どうせ嫌いなんだろうって、でもカープファンも今年苦しいなっていうのは、おそらくちょっと感じてるかもわからないしね、うん、もしかすると何言ってんだ、優勝しか狙ってねえって言うかもわかんないけども、はいはい、まあでも、やっぱちょっと広島、ヤクルトっていうのは、ちょっと苦しいかなっていうふうに思う、ね、逆に、じゃあカープが4番で外国人選手が結果を出してくれれば、もちろん上に、ね、もちろんそうだ、もちろんそう、うんうん、もちろんそうだし、あと森下もね、はい、一戦だけ飛ばせばいいものなのか、うん、それともやっぱ長期かかってしまうものなのか、はい、まだ見えてない部分もあるよね。はい、だからまあそこら辺ではちょっと広島は一旦最下位にして、うん、ここヤクルトを5位にします。そうですね、はい、なんかあの例年以上にね非常に厚みのある順位予想になりましたね。いや悩んだね、今年は悩んだ、うん、これ今もう45分ぐらい撮ってるんですけど、うん、韓国ドラマ1本分ぐらい撮りましたね。そうだね
ね、ドラマより楽しかったと思うよ。そしてですよ、豊さん、順位予想は何もここで終わったわけではありません、はい、そうだ去年もやりました1ヶ月ごとの予想、はい、分かりましたなので、はい、シーズン始まったらまたお願いします。はい。